はい、こんにちは。今回も COD モバイルで遊んでいきたいと思います。パトロワやっていきましょうか。お、画面がおかしいけど、大丈夫か？よし、OKOKOK。よし、よろしくお願いします。今日は11月3日、文化の日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？なんか文化的なことはやりましたか？私はね、ちょこっと、読書を、しました。そのぐらいですかね、文化的なことっていうのはね。まあ、YouTube の動画作りも、文化といえば文化ですよね。ですんで、この、COD モバイルの、ゲーム実況の動画作りも、文化活動の一環ではないかなと思っております。はい、なかなかね、勝てませんけど、楽しみながら遊んでいるとこでございます。お、画面が変わらない。なんか最近ね、PC サーバー、調子が悪い時があるんですよね。初っ端の、最初のゲームはね、結構ね、カクついて動きが悪いんで、まあ、2ゲーム以降、動画撮っているんですけどね。今日もね、さっきマルチプレイヤーで遊んでいたんですけど、なんかね、結構ね、カクついていたんで、まあ、動画撮ってもダメだよね、と思ったんで、このバトロワから撮ろうと思ってるんですけれど、なんかバトロワもちょっとなんか動かない。おい、大丈夫か？大丈夫か？これサーバーじゃなくて、私のパソコンの方の問題かな。あ、動いた動いた。動いたけど、なんか音が出ない。え、なんか面白い状況。あ、これも面白いな。あ、始まっちゃうよ。あ、始まった。でも音が出ない。音が全く出ない状況で始まった。あ、出てきた。面白い。まあ、これも動画にしよう。PC サーバーではこんなバグというか、こんな状況もありますよと。私のパソコンの方の問題かもしれませんけどね。よし。あ、先に降りた。あの人もヘリコプターか。おーい。あ、取られた。まあいいです。よいしょ。カクついてるんで、大丈夫か？はい。RS ロッテよ。よし。RS 持って。あれ？あ、そう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 。なんかボタンもおかしくなってるよ。マウス、マップ。ああ、もうそんなにヘリコプターで移動することなかったですね。あ、でもヘリコプター、なんか途中で降りてるの？あそこで降りてるけど、あ、また動いてる。あ、なんか取りに行ったんだろうね、武器を。一回降りて。おい、なんかおかしいぞ。かっくんかっくん。なんかおじいさんみたい。足がかっくんかっくんの。スナイパー、あ、こっちに切り替えようか。1に切り替えて、これを拾うと。はい。そして2に切り替える。で、ライト弾薬の武器よりもヘビー弾薬の方を使うことが多いんで、何も嫌ってわけではなくね。はい。あれば、あ、いるいる。カクついた状態で戦うのは嫌だな。よし、なんとか倒した。ありがとうございます。PKM か。まあいいや。RS でも。RS が悪いってわけではないんでね。相手を倒せればいいです。
よく言えば AK117 があればそれが一番いいんだけどね。よし、何やってる。ちょっとなんか所詮カクつきまくってますね。カクつき太郎、あれこれさっき来たっけ。あ、来てないよね。ここショットガン、なんだろうね、なんかおかしいよね。よっしゃ、なんかあるか。あ、 RPD があった。 RPD に切り替えようかな。あ、違う、 F だった。 F ボタン、弾拾って。エアドロップインカミン、エアドロップインカミンカミンって言って音声もおかしくなってる。パソコン、パソコンはね、一応ね、スペックはゲーミング PC なんで、スペックは低くはないです。あ、これさっき生きた、同じところぐるぐる回ってる、ループ状態だ。アイコア i7、 コア i7 か、コア i7 の10世代かなの CPU で、 32GB のメモリー積んでいるんですけれど、ちょっとやばいな。他のアプリは一切起動していない。結構ゲーム関係でね、 CPU 食うんで。インターネットもそんなに遅くないんですけどね。というかね、もうそろそろね、インターネット回線切り替えしようかなと思ってます。今、1GB の契約やってるんですけど、10GB、ですか、の、ものすごい速いやつがあるんで、それに切り替えようかなという準備をそろそろやろうかなと思っております。10GB あったらすごいでしょうね。どのくらい早いんかっていう感じなんだけど、まあその分今のインターネットよりも800円か900円ぐらい値段が上がるということなんだけど、今が 1GB なんで単純計算で 10倍早くなるのに、たった800円900円しか料金が違わないということになれば、まあ、これやっぱりね、早い方がいいじゃないですか。ね、早くなればその分ゲームも早くなるっていう可能性があるんでね、ちょっと楽しみにしているところでございます。そろそろちょっともう11月に入ったんで、まあ、年内には切り替えようかなと思ってます。はい、来いよ。53、さあこういった待ってる間にパソコンがおとなしくカクつきないようにすればいいんだけど、 なればいいんだけどね。ちょっと動いてみようか。動き、あ、まだちょっと動きがまだ、ほらほら。なんだろう、キャッシュかな。さっきこのゲームループの、キャッシュを解放したんだけどね、ゲームループに、速度を速くする、キャッシュデータのクリアみたいな機能がついてるんで、それでキャッシュデータをクリアしたんですけどね。まあ、勝敗には影響ないぐらいのカクつきなんで。よし、え、バックしたよね、全身押したら。ああ、これ戦闘中にカクついたら嫌ですよね。もう変わったんだ、アンチが。
よかったよかった、移動しよう。まあ、背負ってる ZRG が重いのかな。よし、ギリギリのところで隠れとこう。ヘリー。よし、43人。今日もトップ10入れたらいいな。あ、場所変わった。あ、来たね。ほら、撃てほら。あれ？なんだ、今のは致命的だけど、もう相手も撃ってこなかったからよかったんだけどね。まあ、こういう時もありますというお手本でございます。これも動画にします。これ PC サーバーあるあるなんだろうか。てかパソコンあるあるだな。よしよし。一応閉めようか。今日はもうずっとね、どこにも行かず家で過ごしております。まあね、休みの日でしょう、文化の日。まあ、さっき言ったように文化的なことをやったんですけど、やはりね、街に行くとね、まあ使わないお金を使ってしまうんですよね。余分なものを買ったりするんで、まあ、ずっと家にいた方がお金使わなくていいしね、節約になるんで。まあ一人でね、出かけるっていうのはやはり寂しいなって。まあ、相手がいればいいんだけど、パートナーも誰もいませんし、まあ、弟がね、いるんですけど、はい、あまり会うことがない。まあ、毎週木曜日、今日はね、木曜日なんで、弟と会えるかなと思ったんだけど、弟もね、結構、仕事が大変なんで、休んでるんではないかなと思います。まあ、一人でね、出歩くのっても、サイクリングに行ったり、あとお買い物行くぐらいですかね。あと、好きなモカチョコレートをシアトルズベストコーヒーで飲みながら、読書をするっていうのが、習慣というか、まあ習慣というかね、月に1回か2回しか行けませんけどね、また近いうちに行ってみようかなと思ってます。まあ、明日はね、4日金曜日とパスポートを受け取りに行こうかなと思ってます。お、またアンチ変わるかな。やっとね、パスポート出来上がってきたんでね、明日受け取りに行きます。さあ、パスポートを持ってどこに行くんでしょうか、おじさんは。その話はね、またおいおいとお話をしたいと思います。さあ、次のアンチどこでしょうか。あ、そんなに遠くないか。よし、行きましょう。あ、ちょっと待って、これね、なんかマウスのあれがおかしくなるんだよね。よいしょ。じゃあ行きましょう。こっちだよ。まだカクついてますね。まあ、プレイには影響ないんで。行け行け。ZRG は1回か2回。相手を、敵を倒したことがあるんですけど、威力すごいですよね。あまりスナイパーを使う機会っていうのがないので。バンバン使う武器ではないからね。あ、あそこ建物。
大丈夫か。よし、ここに隠れよう。やってるやってる。ああ問題ないけど、なんだこの集中線。来た来た、いるよ。一階かな、上がってくるよ。出ていった、出ていっちゃった。でも油断は禁物。あ、まだいる。ボットかな、出たり入ったり。うん、2階に上がってこれないボットかな。家の周辺をぐるぐる回るだけの。あ、もう一人来た。よし、オッケー。一人倒れた。上がってくるな、上がってくる。あ、これもボット。建物にやってくるな、みんな。あ、去っていった。こんな感じか。お、あと7人。いつの間にかトップ10に入ってます。あ、また変わった。ここか。ああ、橋の向こうに行かないといけない。泳いで行ったら狙われそうな気もするけどな。すげえすげえすげえ。かっこいい。よかった、間に合った。お、クラスドライバー、クラスのアップグレードのターミナルに行かなくてもね、クラスドライバーをもらうことができるんでいいですよね。ほとんどもう最近はもうターミナルの表には行かないですね。あそこか。よし、オッケー。なんとか来た。お、いるよ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 。ああ、分かった分かった。そっちかーい。読み違えてました。
でも二等賞。よかったよかった。ちょっとなんかやはりおかしいですね、音が。お疲れさんでした。よしよし、いけいけ。今のこのシーズンっていつで終わるんだろう。もうすぐ終わるのかな。お、なんかもらえた。カリスティックスアニメ猫、ありがとうございます。なんかいっぱいもらったよ今日は。あ、なんかいっぱいもらった。マラソン、マラソンか。よし、オッケー。これってシーズンって確認できたっけ。シリーズ、あ、もうすぐ終わりか。来週でこのシーズンも終わるっていうことになるんですね。わかりました。9日までか。お、イベント、ありがとうございます。このハロウィンコインってどこで使えるのかな。もうここ、私呪われた後悔で全てももらっちゃったってこの前お話をしたんですけど、あ、今日で終わるから明日からハロウィン関係の何かに変わるんでしょうかね。注目。殺人マンション、怖いな。ホーンテッドハシェンダ、そういうのがあるんだ。あ、これまだやってないんじゃないかな。なんか面白そうなものがあるな。シーズン、フルフロンタル、ガンダムかよ。肌感冒、フルフロンタルアサルト、クリックシックスでキル。獲得済み、フルフロンタル。あ、そうなんだ。もうもらってるの、おじさん。わかりました。はい、ということで今回は短いんですけどね、これからあれこれと文化に関することをねやろうかなと思ってますんで、今回の COD モバイルはこの件で、終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ほんじゃまた。